近藤健介、30、こいつ史上最強の FA 選手じゃね。こいつよりすごい成績出した FA 選手おるか。 FA 後にキャリアハイは珍しいな。全試合出場できます。長打程で OPS 950超えてます。守備でも貢献できます。球場が狭くなればこれぐらい流行るやろ。札幌の時もフェンチョク多かったし、あれが全部入るようになるわけやし。ただしチームの順位だけはなぜか落ちた。テラス席がなかったらどのくらいよ。山川も35本くらいは打つと思うけど、どうなるんやろな。山本由伸より王も高いしな。 MVP でいいだろこれ。 FA 後に王、キャリアハイはこいつだけやろ。史上最高の FA 選手になったな。これとため張って年俸をごねてた恥さらしたやつ誰やっけ。給料が成績に直結するって証明したわね。金本はどう、南甲子園に行ってから40本打ったけど、でも優勝させられなかったよね。近藤おらん勝ったらごいやっただろうな。近藤はオリックスに入ってほしかったわ。26本もホームラン打てることに驚いた。勝手に書く中みたいなアベレージタイプやと思ってたわ。ご視聴ありがとうございました。